こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon のショッピングカートボックス取得、これをどうするかについてお話しします。これね、いろいろと都市伝説みたくね、良い評価を取るといいとか、それから、小口でも取れるとか、いろいろ言われてますけど、別にね、Amazon のヘルプを見れば要件がほぼ出てます。でね、これを見ると、まず、注文不良率、それから、パフォーマンスの指標、それからね、配送スピード、配送方法、価格、FBA の利用によるものも含む、年中無休のカスタマーサービス、うんぬんかんぬん、取引期間と取引の数、大口出品であるかどうか、こういうのが要件ですというふうに出てます。これらの数字はね、当然、その通り、要件になってます。ところが、不思議なことにですね、こちらの方に、資格の有無の確認と、Amazon でショッピングカートボックスの獲得資格を得るための指標を公開してませんと。いやいや、公開してるじゃん。ね。で、ここにも書いてあるじゃん。これはね、何を言ってるかというと、ここに書いてるものももちろん指標の、一部ではあると。ただ、ここに書いてないものも指標に、してますよということの裏返しであるわけですね。で、まず、ここに書いてある価格、在庫状況、配送、カスタマーサービス、先ほどのこのパフォーマンスの指標、云々かんぬんはですね、基本的にプラスというかですね、ヘマを押したらマイナスされるという指標になってます。で、それプラス、あるものはプラスに表示されていると。ですからね、ここに書いてあるのをまず正しく理解して取り組むだけでも、カート取得のチャンスは上がります。ただ、それだけじゃない。実は、プラスに評価される、コツというか、裏技というかですね、秘訣があります。それを正しく理解するとですね、人より高くてもカートが取れるとかね、他の人にカートを取られないとかいう、その独占状態で販売するようなことが可能になってきます。当然のことながら、会員さんにはね、その内容を公開してますんで、それ知らなかったよという方がもしいらっしゃいましたら、ご質問ください。またね、この基本的なことを全然分からずに、今まで取り組んでたとかですね、大口じゃなくて小口でも取れると言われましたよとかね、あるいは良い評価を集めるのは、効果的なんでしょうと思った方はですね、情報を取る場所を間違えてます。あるいは自己流で、間違えた考えでやっております。転売アカデミーの情報をチェックされることをお勧めします。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。